はい、どうもありがとうございます。今回の動画は、ベルカンプ特殊な育成紹介やっていきます。選手を見ていくと、183センチ、プレスタイルが2列目、適性がセンターフォワード、セカンドトップ、トップ下。この3つですね。略奪品の精度は、やや低い、高いと。ブースターがテクニックプラス2ということで、ボルコンドリブル、ボールキープ、グラパ。この4つがプラス2上昇します。スキルは、足裏コントロール、コーンカーミドル、コンシューワンパス、ルーパス、アウトスピン。もうダブタつけてあげるだけで、ほぼほぼ完成しちゃう選手ですね。オスメ育成、こちらになります。決定力4、パス6、ドリブル11、瞬発9、スピード8ということで、スカットに組み込むと、このような能力になります。いやー、ちょっとね、他のトップ下とか、セカンドトップの選手とは、また違ったタイプの選手ですね。ベルカンプはね、特徴的なんだよな。正直、リベリーのインパクトで薄れてるけど、ベルカンプもなかなかやれますね。いや、リベリーもいてベルカンプもいるガチャだから、マジでみんな引き毒だぞ。で、ここで引いとこう。絶対リベリーはマラドそんな急にあるし、ベルカンプもかなりいい選手なんで、ぜひね、当たった方はこちらの育成参考に一度は試してみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。